にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。毎日着物生活をしていると、皆さんに着物汚れませんかとか、こういう時どうするんですかみたいなご質問っていうのをたくさんいただくことがあります。私自身毎日着物生活をしていると、やっぱり人にねお会いしたりとかする時っていうのは、そんなになんか大きく動いたりとかしないので事故っていうのは少ないんですけれども、やっぱり家で何かしている時、家事をしている時、お料理をしている時、デスクワークをしている時っていうのは、やっぱりお着物を汚す可能性っていうのがあるので、私自身上に何か羽織るようにしています。最近こう外に出かけるだけじゃなくて、家にいる時間にも着物あるいは浴衣をお召しになられたいという方のお声もたくさんいただくようになってきたので、じゃあ私が家で着ている、まあ上っ張りというか、そういったものをね、お見せできればなというふうに思います。私のホームウェアコレクションではお見せしていきたいなというふうに思います。この割烹着はお掃除をするとき、それからお料理をするときによく着ている割烹着です。真っ白でね、ものも売ってたりとかするんですけれども、結構汚れるなというふうに思って、まあ、薄い色ではありますけれども、薄グレーの色を選んで着用しています。それから、ポイントはやっぱりある程度丈があるということでしょうか。これだと膝をこうついたりとかしても、着物もそのまま直に、畳みたりとか床に当てる必要がないので、まあ、お着物がちょっと傷みにくくていいかなというふうに思っています。それからやっぱりお袖口がゴムであるということで、ここ着物が出てきにくいというのも、まあ、一つ大きなポイントだと思います。これはね、よく着ている割烹着です。続きまして2つ目、これ無印の割烹着なんですけれども、前がこういう風に首が詰まっていて、後ろがボタンで留められるようになっています。通常は全部ねボタン留めるんでしょうけれども、後ろね帯結んでると苦しくて動きづらくなるので、一番上だけ留めています。これはお洋服用になるので、どうしてもねお袖がここに中に入らない感じなんですけれども、私これ着るときは本当に浴衣だったりとか、本当に普段着の着物を着ているので、あんまり気にせず使っています。でこれはかなり首がこうやって詰まるので、例えばなんか油物のお料理を作らなくちゃいけないとか、あとはお食事いただくときに飛びそうなものを家でねいただいたりとかっていうときには、もうしっかり守ることができるので、これを着てそのままいただいちゃったりすることもありますね。これも袖口がゴムになってますし、そもそもお袖はここで止まっているので袖口を汚すことがありません。これはね、ちょっと膝上丈になるので、お掃除するときは先ほどの割烹着の方が適しているかなと思います。床に膝をつかない作業の時にこれは向いてるかなと思います。続きまして、こちらは、まあ、いわゆる上っ張りという感じでしょうか。もうホームコートとかっていう風にね言ったりすることもありますけれども、これは前がこう着物のこう上着というかコートみたいに打ち合わせになっているもので、丈がねこれだけしかないので、お掃除とかお料理をしたりとかすると、まあ、お掃除は、掃除機ぐらいだったらね、やっぱり袖が邪魔にならないのでやりますけれども、これは拭き掃除にはちょっと向いてないですね。それからお料理もここまでしかないのであまり向いていないんですが、これはよくデスクワークの時に、着用しています。やっぱりデスクワークってこうパソコン仕事が私は多いんですけれども、パソコン打ったりとかする時にやっぱりお袖口汚れるですよね。なのでやっぱりこういう袖口が汚れないようなものを、使うようにしています。今ねちょっとこれ着るには暑い時期なので、今私が今時期に着用するというものを、新しく新調したものがあるので、それをちょっとお見せしていきましょう。続きましてこちらはちょっとね透けた素材で、先ほどのものに比べると少し涼しい感じがします。うちのスタッフが一人、裁縫が得意な人がいるので、その方にちょっとお願いして、縫ってもらったものです。布のがもうカットされた状態のものだったので、できるだけ長くということで、様々工夫してもらって、作りました。先ほどのものに比べるとちょっと長めになっていますね。でこれ、作った時のコンセプトがあります。私日々郵便局だったりとか、こう近所のポストまで急いで何かを出しに行くみたいなことだったりとか、ちょっと近所のお店に何かを使いに行くみたいなことがある時に、これを着たままお出かけできるものがいいなというふうに思っています。袖口があるとやっぱりすごく家着っていう感じがするので、まあ
これは一つちょっと紐なしで作ってみようということで袖口紐なしで作ってみてもらいました。これは昨年作った、オリジナルの浴衣の生地をちょっと半端な、ね、生地があったのでそれを使って、作ってみたものになります。こういう様々着用テストみたいなのを繰り返していって、商品開発そのうちできたらいいかなというふうに思っています。やっぱりこういう上っ張りそれから割烹着があればお家でしなくてはならない家事それから、まあ、デスクワークされている方もいらっしゃると思いますけれどもそういった方も、着物を着ながら様々なことに取り組む際にこう心配にならずに済むのでこういったもの一つ一アイテム足していただくと着物生活っていうのがよりこう豊かに、より気軽になると思います。さて今4つ私が普段愛用しているものをお見せしましたけれども夏やばい暑くて無理みたいな感じにやっぱり季節的にはなってきています。そういった時どうしているのかというのを最後にご紹介していきましょう。夏時期の定番スタイルはこちらです。やっぱり上に着ると暑いなっていう風に感じる時にはお袖が邪魔にならないようにたすき掛けをしてこれは手ぬぐいを帯に引っ掛けているだけです。ここに手ぬぐいを、ね、引っ掛けているだけ。やっぱり本当に暑いなっていう風になるとこういう風な装いで、家で仕事をしています。本日は私のホームウェアコレクションをご紹介させていただきました。こうお家で何かこういうお仕事したいなとかっていう時の参考にしていただければなというふうに思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたらぜひ高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったらぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。